もう今回は最強ゲッター決定戦超フェスやっていこうかなと思うんですけど、まあ、前回、アタッカーやったと思うんでね、まあ、ディフェンダーは、まあ、正直、まあ、どっこいどっこいというか、まあ、上のねそのオリン以外は、まあ、だからね、まあ、オリンは正直ダブルチームだからさ、ダブルチームでダブル役職だからさ、まあ、なんかディフェンダーって言っていいのかちょっとわかんないのかありますけどね、まあ、とりあえずということで、今回はゲッターということでやっていこうかなと思います。カイドウ、ヤマト、おでん、オリンじゃなくてビッグマムでね、まあ、ビッグマムはちょっと80レベルなんでね、まあ早く復刻来て勝ちいきたいですってことで、レッツラゴー。ビッグマムから使っていこうかなと思います。まあ、こっちとらね、まあ、完全で、まあ、50% でなんと相手を無効化します。なんて恐ろしいでしょう。青カイドウ動いてないです。あ、動き始めました。放置か、あれは。あれは放置臭いぞ。なんかドンマイ押してたんだよな、さっきね。ちょっとそこはねって言われてもみんなわかんないか。とりあえずここは、はい、これで感電させる。オッケーオッケーオッケー。とりあえずここで下がって、ワンチャンいける。え、これワンチャンいけるぞ。ワンチャンここ取れる。これ 50% で、感電は無理。これはさせる。なんで今ジャスト回避じゃない。なんでジャスト回避じゃない。そしてカイドウ動いてない。カイドウ動いてない。ちょっと動いたけどね。あれな、動き始めました。動き始めました。どうしたどうしたどうした急に。これ音落ちたのかな？ん？これ落としたのかな？もうわかんないんですけど、まあ、とりあえずどうするか。とりあえず、あ、落としたっぽいな。うん、途中で落ちたのかもしれないけどね。でもなんかドンマ言ってたから、だからそうは見えないじゃん。そうは見えないじゃん、最初ドンマ言ってたから。ね、そうわかんないじゃん。ドンマ押したらさ、落とした。わざと落とした。あ、ドンマもう一人いた。もう一回ドンマイ来た。あれ最初したのあのマムか。いや、ドンマイが二人いるだけか。まあまあまあ、そういう時もあるよね。じゃあとりあえずここから勝っていきたいんですけど、とりあえずゾロがいるんでね、ここちょっと渋いな。なるほどね。そこはそうやって当たって、でこの後気絶させちゃう。はい、ドンピシャ。はい、ドンピシャいらっしゃいと。一発からのオッケー、感電ジャスト回避からの、はいはいはい。でここで一気に回復しちゃいいの。どうしよっかな。待って、踏んだり蹴ったり、踏んだり蹴ったりか、これ。普通に蹴ったり蹴ったりじゃね。普通に蹴ったり蹴ったりなんだけど、これどうしよう。これどうしよっかな、マジで。蹴ったり蹴ったりすぎるって。まあ、とりあえずこれで気絶入れて、入ってないなら、いや大丈夫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 、耐えてる耐えてる。はいはい、ここで一回落とす。いや、これ多分ゾロね、一回落ちたな。でここはしっかり食らっちゃうんだけど、待って、降りすぎても無理だ。ここジャスト回避一発に圧食らー。どうだ、消えよしきれ。無理だよ、それは無理だよ、それは無理だよ。あ、でもあそこ取れそう。あそこ取れた。じゃあここから青魔の見せ場か。ブーストだからね。あ、やっちゃう、これ。これやっちゃうか。これここで一旦感電させて、はい。でここ当てて、はい。オーカ七部会ついてるよ。で戻った。戻ったならもうスルーしよう。ここスルーしちゃって、あそこワンチャン取れるぞ。ここ全然取れる。ワンチャン取れる。感電しろ。感電しろ。あはは。感電しないんかい。ちょっと待って、これはレーザー一旦避けて。なるほどね。ちょっと待って待って待って、あっちのオリーヌが強いな。ちょっとオリーヌが強いな。まあそりゃそうか。てか100レベルにしたいです、皆さん。あ、もうぜひよかったら復刻運営さん、そろそろしてもいいんじゃないかな、青マムね。そろそろしていっても、まあ誰も文句言わないというか、一旦これ気絶させちゃって、ワンチャン取れる。友石がこっち、はい、こっち行って、青カイドウかい、ここ青カイドウかい。そりゃ無理や。あ、いた、それ当たんの。もう踏んだり蹴ったり、じゃあもう蹴ったり蹴ったり、すいませんでした、ありがとうございました。まあボットいたしね、どんまいどんまい。まあ、さっきのはね、まあ一人ボットいたんで、いや、なんなら一番さんも落ちた説あったな。てかね、多分ね、なんで落としたかっていうと、あ、俺のせいじゃなかったと思うわ。多分4番さんの裏がね、あの海軍の、海軍じゃない、もう昔のコビーだったんだよね。だから落とした説あるんで、まあちょっと俺のせいではない。どっちにしろ俺のせいではない。やばい、これちょっとライムハッケで移動使っちゃおう。オッケーオッケー、アップで間に合った。4取りされるとこあった。1人攻めたのかな、シャンクス。落とされたのか攻めたのか分かんないけど、まあとりあえずここオリン貯めてもらって、こっち俺がケアするかね。ここはそうだよね、そうするべきだと思うんで。それなるほどね、そこすぐ使ってくるか。で一発二発、あっち行ったか。オリンこっち来た。ちょ待って、分からん分からん、それに関しては分からん。どういう立ち回り？ああ、ここ当選簿してあっち取るつもりか？そんなこともなさそうだけど、まあ、とりあえず、ここは雷鳴発見、フルチャージしちゃって、一旦火力上げて、はい。で、ここは、今逆向いてたからカウンター遅かったんですけど、ちょっと待って、今のか逆向いてたじゃないですか！急に来るってこっち向くから、マジ？なんかマムのスキルって全部それあるよな。なんか、
えみたいな、えそれクルンしてたみたいな、なんかこっち向いてたみたいな、まあ、特に関連とか特にそうだと思うんだけど、だから範囲がおかしいんだよね。だからおかしいのかわかんないんだけど、まあ、とりあえずここケアしつつ、こっち一旦無駄回避して、これは緑だからいけるね、緑ゾロだから、これで、はい、なるほど、はい、ここにじる、でどっか行ったな、あ降りちゃったのかな、じゃあここ取れるね、まあ、ここ取り切っちゃおうか、ブーストも来るから、でスキルもないんでね、まあ、うたうた食らっちゃおう、うん、オッケーオッケーオッケー、食らっちゃって、まあまあまあここでアタッカー2人時間稼ぎしてるって言いたいんですけど、あっち取られてるか、まあでここからのヤマトですから、ヤマト歌いけるからね、全然いけるのがいいところ、オッケーオッケー、ここ任せて、ここからヤマトのいいところ見せてきますか、とりあえずナイスシールド破壊、この後任せてください、ここからフルチャージ、フルチャージ雷鳴発見強フルチャージ雷鳴発見が強すぎる、オッケー一発、はい一発、はい一発、火力高い、火力が高い、やっぱヤマトのいいとここれだよな、もう攻撃と防御そこそこいけるっていうね、で裏誰か言ってくれてる、おっぶね、これカウンター、オッケー、いいね 2K を熱っ、いいよ悪くない悪くない、あー裏にじめ見て見てて、あ嘘ここ、嘘ここ、ここここ、嘘だって嘘だって、ここここ、あー違う違う、にじめ嘘だって、にじめですって、ちょっと待って、これ横移動でよけとこう、でカウンター溜まるまで待って、ここ一発一発、なるほどね、でここ耐久して、はいカウンタージャスト回避、オッケー、でこれチャージマックスにしちゃって、オッケー、歌解除、ここジャスト回避、ごめん無理、さすがに無理、あいけてるいけてるけど、ちょっと誰か来て、ナイスキング、いいとこに来てくれてる、オッケー、ナイスミドシャン、いや待って、これは神立ち回りしたんじゃないか、これマジやば、今のヤマト完璧じゃなかった、あとはここだけなんで、これ一旦吹っ飛ばせないけど、これ一発からの、はい、こうジャスト回避できてないけど、オッケー、これは当てて、はいナイス、4ドリ味方、ナイス、いやこれ完璧じゃない、これ完璧、オッケー、ナイス、最後 KO ありました、ということで緑街道を使っていこうかなと思うんですけど、なんか緑街道なんか勇者の時さ、まあ A 取ってなんか上行く人多いよね、まあ多分その方がいいのかもしれないですけど、まあ僕は正直全く分かんないんで、ここ行っちゃいます、はい、もちろんここ行っちゃいます、そしてここは一発二発、一発からの、ここはジャスト回避できてないけど、これは強襲食らっちゃったけど、まあ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 、まあ、落ち着いてください、これ核でなんで、まあオッケー、核で当たって四取りしていく、これはねもうトリガーやられてもいいっすわ、そのための4取りといっても過言ではないから、オッケーオッケー、でここからオリンが活躍してくれるんで、ジャスト回避して一発二発から当てて、もうどっか行きます、どっか行っちゃってここを取っていく、いいゲッターの立ち回りしてるよ、でこれで4取りしてる、でオッケー、ゴロゴロ当たってない、これ取りに来るか、あ上行ったな、カイド、じゃあこっちで肉を一回確保して、あーこのオリンもこれ KO できちゃうな、これは一回フェイクからの何もしない、一回フェイクからの何もしない、そしてここジャスト回避何も噛み合ってない何もできてないびっくりしちゃった今、とりあえずこうジャスト回避しちゃって、これはアテーの、上に行きのここバンです、はい完璧ですわ、誰カイドウか、なんで今当たってないのなんで今当たってない、オッケーオッケー、でも4ドリいけるよ、でここからブーストだから、で一発二発、オッケー、一発オッケー、完璧なゲッターの立ち回りしてる、オッケーオッケー、悪くない悪くない、でここね下ちょっと警戒してると思うから、あいけるな、今スキル使ってどっか行ったんで、これはもう回避してでもここ行っちゃって、オッケー、待って素晴らしすぎる、素晴らしい回答してる、これさアチューメントできんじゃない、今話題のアチューメントできちゃうな、これ、これは来てるから、まあ、どうせレーザーがさすがに食らっちゃう、待ってこれシャンクスの方が怖い、シャンクスの方が怖い、ここでの、いやーミスったけど、まあまあまあ耐えてる耐えてる耐えてるよ、これはこっちキーの A 地点に対してゴー、オッケー、まあまあまあ、オッケー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 、悪くはないからね、これは多分その後をしっかり俺が KO しろってことだよな、ナイス、そしてここ取っちゃう、悪くないよ、ゲッターとしてはマジで悪くない、でここミドシャン来てる、やばいミドシャンはきつい、ミドシャンは一旦一回離れて、ナイス、あそこないナイスじゃないわ、全然ナイスじゃなかった、あーこれ即打ち、あーさすがに即打ちだったか、ごめん、いやでも結構ゲッターとしての役割は果たしてんじゃないか、これもう一回ブーストくるよな、でここからミドシャンで、安定性のあるキャラ使いの黒い撃来たね、まだ、あそこ多分大丈夫でしょ、これジャスト回避、はいはい、からの、はい、ここからこの強襲をあっちにぶち当てて、当たってない、ジャスト回避できてない、ここは回避を読む、オッケーで一発二発三発、でここはオッケー通常攻撃合わせ、完璧すぎる、今の完璧すぎる、そして一発二発、溜まってないよ、クローズしか溜まってない、一発二発三発、ここ二人いるね、待ってここめちゃめちゃいるんだけど、なんで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 、あもう一人いる、ここにオッケー一発からの、ここはいで、ここ握る、痛い痛い痛い
痛い、うわー、せっかくクースト来たのにもったいない。ことでラストはおでんやっていこうかなと思うんですけど、まあこの対面きついと思ってる人いっぱいいるよね。それがおでんは立ち回りしで全くきつくなくなっちゃうんですよね。それがもう魅力的なおでん。まずここ裏ね、ちゃんとレーザー打とうとして、もう抜け抜けなんですよ。だからとっつか打っちゃいます。はい、オッケー、はい、オッケー。でここは誰か追ってきて、うわ最悪、それはうまいわ。待って、ゾロめっちゃバグってる。立ちバグすごい、立ちバグっていうの。これジャスト回避できてないなら、無敵で合わせて、オッケーオッケー、悪くないよ。待って、上は、あれ上が俺にやられちゃって落とされたか。じゃあちょっとまずいな。まあでもあそこ A 地点は多分ね、取れる感じがあると思う。オッケーオッケー。いたの全然気づかなかったよ。まあ3分耐久はねできないですから、そんな、そこまで持ってないですよね。試合に勝てばね、まあいいんですから、ここから任せてくださいよ。まあやばいとしたら上なんですけど、上は歌と杯なんで多分無理でしょう。ごめんね俺、多分無理でしょう。ここからね、ブーストが熱いんで、あーいいね、これキングが攻めた瞬間終わり、あっちの旗オッケー、さようなら、僕は取ります。こっちに抜けましたと、オッケー、悪くない、誰か来たな、オッケー、ここはとっつかを見ちゃって、やるじゃん。シールドなかったら勝ってたけどね。シールドがあるから君は勝ってたんだよ。そう、分かってる、その違い。その違いは全然違うからね。そしてここ肉食って、はい、無敵合わせ。悪くないよ。で、ブーストまで行きたいから一旦逃げる。これがおでんですよ。リニューアルされた。で、ここは一旦、オッケー、ダウンすると思ったから今回避さなかった。頭いい。ナイス、一発。はい、オッケー。悪くないね。黒毛の教頭、ありがとう。ここ取れる。いや、いいね。やっぱおでんって。すべてが優秀。耐久力以外全部勝ってる。ね。耐久力以外最強なんだよね、このキャラ。で、あ、誰か降りてきた。カイドウが守ってくれてる。当たっちゃった。どうしよっかな、ここから。まあ、とりあえずあっちだな。あっち行っちゃって、取り際をしっかりとつか当てていきたいと思ったけど、一発にやって、なるほど、カバーしてくるかもわかんないから、これ無敵合わせ。やばい、アップね。一旦ここは隠れの、いや、悪くない。今無敵で合わせてよかったね。で、とつかをしっかりぶち当てる。強っ、マジでおでん強いな。待って、めっちゃ強ない、めちゃめちゃ強くないか。どう、あ、いたいた。ちょっと待ってね、これはちょっとまずいな。かといって、これ赤ゾロだから一旦ジャスト回避できてないけど、これは突っ込んじゃって、はい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 、ワンチャンこどれる。ワンチャン感電ないからね、このオリは感電ないから一発にやつは強で最強じゃん。